ハイキングと富士山を眺めるのに最適な場所を選び、朝早く群馬県を出発しました。いくつもある登山口から一番スタンダードな登山口を選んでみました。午前6時過ぎに三つ峠登山口に到着し、身支度をしてゆっくりと歩き始めます。熊野渓谷版を横目で見ながら歩くと、すぐに達磨石に到着します。階段状の登山道を進むと、前に距離を保って猿が歩いています。周囲を見ると数匹が移動しています。また覗きまで登るとやっと富士山が見える場所に来ました。今日は雲一つない天気で綺麗な富士山を見ることができます。しばらく進むと88台碑に到着し、ベンチもあり休憩場所にもなっています。屏風岩に到着するとクライマーが岩に取り付いています。対面には富士山が見え、最高のロケーションです。喜楽園の看板が現れ、急な階段が待っていました。登り終わると時間が早いのか、シーズンオフか、人がほとんどいません。喜楽園を左に進むと丘に出ます。遠くには雪をかぶった南アルプスが見えます。こんにちは。三つ峠山荘の奥から富士山が見渡せる場所があり、ここで写真を撮ることにしました。10時を過ぎる頃にはあちこちの登山道から登山者が集まってきました。山頂に向かって進むと10分程度で到着です。ここで
記念写真の撮影をお願いし、冷たい風が吹いているので15分ほどで山頂を降ります。午前11時ごろ、下山開始です。屏風岩まで戻ると、同年配らしい人がクライミングの訓練をしていました。ここでしばらくギャラリーとなって眺めることにしました。屏風岩を過ぎると一気に下り、1時間30分ほどで達磨石まで降りてきます。無事駐車場に到着し、下山を終了しました。帰り道にはもみじの落ち葉で一面赤く染まり、綺麗な場所があったのでパチリと一枚。上鈴の滝が林道沿いにあったので寄ってみましたが、5メートル前後の滝が数箇所落ちていました。時間があるので母の白滝に寄ってみます。山中湖沿いの浅間神社の横に信号があり、ここから車で山の手に登ると滝前まで行くことができます。日が落ちるまで待って撮影をしてきました。日が沈む少し前に紅葉と富士山が見える場所があり、見納めに撮影をしてさよならをします。来た道を戻るように車を走らせ、中央高速道で一気に群馬県へ。お疲れ様でした。